演舞開演。どうも、本日はこちら山崎のあんバターデニッシュを食べたいと思います。で、紙袋に書いてあるのになんか高級感が感じられるってわけでもないですけど、結構重量感はありますね。うわ、ボロボロ。ではいただきます。この味、確かに名古屋のあの名物に近いですね。デニッシュの正面にはシュガーコーティングがしてあって、それも含めてさっくりとした食感があり、それを味わった後に中からあんこの和の甘さがきて、それをさ、割とさっぱりさせてくれて、とっても美味しかったです。和洋折衷いいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。